こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県上郡町、ここは山陽本線の上郡駅と宇根駅の間になります。115系がやってまいりました。さあ、先ほど115系を見かけた場所から少し上郡駅の方にやってまいりました。こういうような場所ですね。天気はちょっと今日もね、残念な感じになっております。ですので天気が関係ない撮影をね、していこうかなと思っております。この向こう側に山陽本線の線路がありますので、ここをね、低速シャッターで流し撮りをしていこうかなと思います。ちょうど線路の向こうがこのように山になっておりますので、ちょうどね、手前も後ろも緑に囲まれているという場所ですね。ですのでね、この緑を入れて流し撮りをしていこうかなと思っております。緑の中を走る、本日はね、2077列車 EF510 の515号機を狙っていこうと思います。 EF510 経由の2077列車まで1時間ほどあります。その前にね、 EF210 経由の貨物列車がやってまいりましたので、こちらから流し撮りをしていこうと思います。流し撮りすると後ろのね、緑と手前の田んぼがね、流れて結構いい感じに撮れるんじゃないでしょうか。前の方はありがたいことにね、結構コンテナが乗っておりましたね。後ろの方はちょっと残念な感じになっております。結構歯抜けの貨物列車ですので、編成写真で撮るとやっぱりちょっと見栄えがよろしくないかなと思われます。本当乗ってないですね。いや、この日はね、あんま天気良くなかったんですよね。まあ梅雨だから仕方ありませんけどね。まあですので、流し撮りでそういう時は、撮っていこうと思います。というわけで、このように撮影をすることができました。シャッタースピードをかなり遅くすることでね、結構手前も後ろもブレてくれました。しかしながら、この機関車、被写体にはね、しっかりとピントが合ってくれておりました。いやー、かっこいい姿をね、撮ることができたかなと思います。さあ、続いてやってきますのは115系ですね。まあいくら山陽本線といえど、結構本数は少なくなっております。30分に1本来たらいいぐらいですかね。まあ少し湘南色とか来ないかなと期待したんですけども、やはり来たのは末期色でした。まあ、低速シャトーで撮るとね、やっぱりかっこいいのは撮れるんですけども、やはりブレた写真が多くなってしまいます。でも少しブレてしまってるんですけど、それとね、河川柱がちょっと邪魔あったい感じですね。ちょうどこういうお花がありますので、これ入れても面白いかもしれませんね。ヒントは向こう側には置いて、こんな感じで流してみましょうか。そして次、反対方面、下り方面の115系がやってくる時間となりました。先ほどお花を見つけましたのでね、そちらを画面の中に入れて撮影をしてみようと思っております。やってきましたね、115系4両編成 A 編成ですね。まあ、やっぱ黄色ばかり来ますね。大きな音を立てて通過をしてきました。いや、いかにも夏らしい風景ですね。というわけで、こんな感じになりました。手前にお花を入れてね、流し撮りをしてみましたよ。いや、いい感じですね。やっぱどうしてもね、流し撮りとなると低速シャッターになりますので、まあこの被写体がブレてしまうリスクがあるわけですけども、まあそれね、加味してもかっこいい写真が撮れるんじゃないかなと思います。それ続いてやってきましたのは EF210 300番台牽引の貨物列車ですね。こちら上り方面になります。やはり日曜日ということもあって、結構歯抜けが多いですね。まあまあ、先ほども申し上げましたけども、編成写真で撮るわけではないのでね、まああまり関係はありません。列車は快調に兵庫県の中を進んでいくこととなります。というわけで、撮影処分こういうような感じになりました。いや、結構いい感じに映りましたね。手前のお花が大変美しい、結構好きな写真になりました。さあ、どんどん行きましょう。続いてね、スーパーハグトが後ろからやってまいりました。先頭は貫通型です。まあせっかくね、 GA 席なんですけどね、あそこで展望を楽しもうと思っても、あれがやってきてしまうと前が全く見えない車両になってしまいます。まあ、こちらもね、流し撮りを撮影してみました。ちょっと欲張りでね、花を多めに入れたんですけど、ちょっと顔のとこかかってしまいましたね。まああれはあれで綺麗なので、よしといたしましょう。さあ、続いてまた115系がやってくる時間となりました。時間はどんどん経っております。こちら下り方面115系ですね。また4両編成の分がやってまいりました。最初に撮った列車が IOE 駅をね、終着としておりますので、それが折り返してやってきたということになります。まあしかしながら、先ほどのやつはね、ちょっと失敗してしまったようで写真がありません。そしてまた115系がやってまいります。この地区は115系がたくさん来て本当楽しいですね。4両や3両、いろいろな車両がやってきます。やっぱ湘南色はね、そのうちでも編成中2両しかありませんので、まあなかなか撮影の機会には巡られません。そして撮影をした分になります。こちらもお花を入れて撮影をしてみましたよ。いや、夏らしい1枚が撮れたんかなと思います。さあ、そしてラストの撮影になります。
最初はね、申し上げましたように2077列車 EF510 の、牽引になります。本日も青五島がやってきてくれました。もともと北斗星の牽引になりますねと思ったんですけど、結構ゆっくり来ましたね。まあ、先ほどの列車と比べてかなり遅いスピードでやってきてしまいました。で、それ流し撮りはね、やっぱスピードが遅いと難しいので、まあ撮れたかなどうかなと思いながらシャッターを切ったということになります。まあ、先ほどまでの貨物列車と比べて結構積載率はいいようですね。いやー、これぐらいのスピードで来るとね、本当にね、流しにくいわけですよ。流し撮りはね、やっぱり成功するとね、とてもかっこよく見えるんですけども、失敗のリスクがかなり高いので、まあ本当に難しい撮影というふうになります。まあしかしながら撮ったのはこんな感じになりました。いや、一応決まってくれましたね。まあかなり列車はちっちゃくなっているんですけど、お花もあんまぶれませんでしたね。まあしかしながらいい写真が撮れたんじゃないかなと思います。というわけで本日は EF510 経緯の貨物列車を流し撮りで撮影をいたしました。いや、綺麗なのが撮れてよかったなと思います。またどんどん EF510 とかね、撮っていきたいなと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真を主にした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。